リンピックを経験したメンバーが日本中のバレーボールをやっている子どもたちにやっぱ夢を与えるチームということで全国を回って全日本に入りたいとか高い目標を持ってもらえるように自分たちもたくさん接してきたつもりです。テレビで見たことある人がやってくれるのですごい貴重な体験でしたね。私たち森永乳業では美味しさだけではなくて食を通じた健康をお客様に提供していきたいというふうに考えております。その中で未来を担う若い女子中学生たちを応援したいというふうに考えたからです。会場に入って非常に驚きました。本当にこういう中で中学生がバレーをできるんだっていうこと自体素晴らしいことですし、本当にこう思い出に残る経験ができるんじゃないのかなというふうに。バレーボールっていうのは一人ではできないスポーツです。そういった意味で横のつながり縦のつながりこう人との出会いっていうのがこれからの財産になると思うので、こういうところをきっかけにまた大きく成長していってほしいなというふうに思います。初めて会った人とチームを組んでやるのは難しかったけど、コミュニケーション能力とかを高められたと思うので自分の成長につながったと思います。みんな最後はまとまっていたんでよかったなって思います。中学生たちがバレーボール教室が終わって私たちのブースに来て牛乳を飲んだりした後の笑顔っていうのは逆に私たちもすごく力をもらえたなというふうに思いました。将来この選手たちの中から、国際的に活躍できるような選手たちが生まれればなというふうに期待しています。意外と大変でした。楽しかったです。もっと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 好きだ。